今回ご紹介するのは江東公会堂ティアラ江東、都営地下鉄新宿線、東京メトロ半蔵門線住吉駅下車、徒歩4分です。ティアラ江東は平成6年オープン。それまで同じ場所にあった旧江東公会堂を全面改修して誕生しました。施設の外観がまさにティアラ、宝冠のようであることから、芸術文化の宝冠として光り輝くようにと一般公募により名付けられました。ティアラ江東は地下2階、地上5階建て。今回は普段はめったに見られない、あなたが知らないティアラ江東を中心にご紹介しましょう。ようこそティアラ江東へ。それでは早速大ホールをご紹介します。こちらへどうぞ。こちらが、およそ1300人収容できるティアラ江東の大ホールになります。この大ホールではコンサートをはじめ、バレエ、演劇、落語など様々な公演が日々行われています。こちらは地下1階の大道具倉庫です。舞台で使うあらゆるものが保管されています。保管されているのは椅子や平台、ライトなど。中には楽器や金屏風もあります。シャッターの奥、温度湿度管理がされた別室には2台のグランドピアノがその出番を待っています。どちらも音楽家に長く愛される至宝の名器スタインウェイ。1台は旧江東公会堂の頃より引き継がれ、もう1台はティアラ江東オープン時に導入されました。ちなみにお値段は1000万円台から2000万円台前半と言われています。大ホールでコンサートを開催するには事前に様々な準備が行われます。それではその模様を少し覗いてみましょう。大道具倉庫のピアノを道具競りと呼ばれる昇降装置に移動します。続いて競りを1階の舞台袖まで上昇させます。そして舞台袖からステージまで移動させます。ピアノの調律師が丁寧に調律を始めました。鍵盤部分を取り外し、細かな調律作業をします。同時進行で専門スタッフがステージの設営をします。まずは前方の客席の一部を外してステージ側に集めます。続いて床の一部を競り上げ、ステージを広くします。これは東京シティフィルハーモニック管弦楽団の定期演奏会に向けた準備の様子です。トラックで運ばれてきた大きな楽器を搬入口から次々とステージに移動します。ステージの床に仕込まれた板を外していくと、床下にあるレールが出現します。このレールの上を通り、3枚の反響板がステージ前方へと押し出されます。音を反射させて客席により豊かな音を届ける装置です。反響板が収まっていたスペースに取り外した椅子を移動します。平台でひな壇を作っていきます。ティンパニーが置いてあるエリアは機械的に上昇しますが、それ以外は箱馬と呼ばれる木の箱を台にして乗せていきます。椅子や譜面台が運ばれる傍らでピアノの調律は続きます。
ステージ上の照明、プロセニアムサスペンションライトが下ろされ、1台ずつ角度を調整、確認します。譜面台の高さを一つ一つ調整します。そしてピアノの調律も終わり、これで準備完了です。では、改めて見てみましょう。客席前方の椅子が外され、床の一部がせり上がります。反響板が出てきて、ひな壇がせり上がります。ひな台を設置するのと並行して、外した椅子をステージ奥へと移動。ひな台の設置が終わると、椅子と譜面台を並べます。ライトが下ろされ、調整確認しています。コントラバスのような大きな楽器を椅子に移動します。最後に3枚目の反響板を移動します。このように多くのスタッフが関わるステージ設営、特にこの大ホールは、この3枚の反響板により都内でも屈指のハイレベルな音の響きを味わえます。次は楽屋をご紹介しましょう。楽屋は地下1階に全部で6部屋あります。こちらは第4楽屋。大人数用で壁には鏡が設置されています。開演時間が分かるように時計と予例、本例の表示板が設置されています。こちらは第一楽屋。指揮者など主に VIP が利用します。来客や打ち合わせ用に椅子とテーブルが置いてあり、テレビと冷蔵庫も設置されています。そしてなんとシャワー室も完備。心地よく過ごせる空間を提供しています。またステージへのアプローチも特別。第一楽屋から一番近い場所に VIP 専用としてエレベーターが設置されており、地下1階からステージ袖に直接行けます。ただし公演中に舞台に向かって右の上手とその反対の下手を間違えてきてしまうと大変なことに。ステージの裏は上手と下手が移動できないため、舞台の反対側に出るためには出演者しか知らない秘密の通路を通って大回りするしかありません。ステージへの登場といえば、競りから派手に出現というのはいかがでしょうか。小競りから直接ステージに登場すれば、そこはもう1300人が見守る熱狂と感動の夢空間の世界が広がっているはずです。ホールの天井から放たれたピンスポットライトの光がステージを照らし出しています。それでは続いて投稿デッキをご覧いただきます。ピンスポットライトは大ホールの天井裏に備えられた投光デッキにあり、5階部分に相当します。エレベーターなどはないため、照明スタッフは階段を利用するしかありません。途中スタッフのためのトイレが設置されています。さらにもう一段階段を上ると、鉄パイプが張り巡らされたデッキエリアになり、行く手は非常注意。注意して通過し、迷路のような道を進むと、またも頭上注意ポイント。この難所を越えてようやく到着できます。こちらがピンスポットルーム。このライトがステージを照らし出していたのです。ステージから見ると一番奥のデッキがピンスポットルーム。
手前にも投光デッキが2列配置されており、全部で44台のライトが設置されています。ライトはさらに左右の壁にも設置されています。こちらは2階3階部分に相当する投光デッキ、片側だけで22台のライトが設置されています。大ホールに備えられたライトは全部で288台。これらのライトを駆使することで光と影の豊かな演出を可能にしています。ティアラ高等の施設は大ホールだけではありません。それでは地下1階、地下2階もご案内しましょう。地下1階は地下ではありますが、明るい空間を提供しています。これは地上から地下へのアプローチに、階段状に広がるスペース光のプラザを設けることにより、光が届く構造になっているからです。柔らかな外光が取り入れられ、安らぎの空間を創出しています。地下1階にある小ホールは140席とこじんまりしていますが、客席とステージが近いため一体感を創出できます。小規模のコンサートはもちろん、発表会やコンクール、上映会などにも利用できます。また地下1階には大会議室と中会議室、そして特別会議室があります。会議室と名付けられてはいますが、大会議室と中会議室はコンサートや祝賀会などに十分利用できる広さです。どちらもパーテーションで仕切って、半面での利用も可能です。一方、特別会議室は天井から明るい光が差すシックな会議室。テーブルは一部大理石が使用されており、重厚感あふれる雰囲気のもと会議ができます。地下1階にはティアラ高等の管理事務所もあります。地下2階には5つの練習室とリハーサル室があります。練習室はまさに楽器のレッスンのための部屋。防音対策がなされており、音を思い切り響かせて心ゆくまで練習できます。リハーサル室は主にバレエの練習用の部屋です。壁一面鏡張りで、両面2段の手すり付き、さらにアップライトピアノも備え付けです。特にこちらではティアラ高等ジュニアバレエ教室が開かれ、定期的に練習が行われています。いつかステージに立つことを夢見る皆さん、その思いが詰まったスペースでもあります。練習室、リハーサル室ともに、ダンスや舞踊、歌など様々な利用法が可能です。ティアラ高等をご利用の際は、今回ご紹介した様々な設備を、頭に思い出しながら、舞台芸術の発表鑑賞に役立てていただけたらと思います。皆様のご利用お待ちしております。ティアラ高等の休館日は第1、第3月曜日。ただし祝日の場合は開館。各施設設備の申し込み方法、利用料金などは江東区文化コミュニティ財団のホームページ、またはティアラ高等へ直接お問い合わせください。